ということで、政治家女子48党の党首をね、まあ無理やりやらせたというか、夏目さんが同じ皆さんと同じように荒川区で4月の選挙2期目挑戦するんですけども、まあ、今日ね会見には地元の活動で来れなくて、中村さんがやってくれましたが、ぜひちょっと長めに党首としての挨拶をしていただきたいと思います。ということで政治家女子48党党首夏目亜紀さんからのご挨拶です。皆さんはじめまして、そして新年明けましておめでとうございます。私が政治家女子48党党首荒川区議会議員の夏目亜紀と申します。本日は一発目の皆さんお披露目の記者会見、私あの荒川区の商店街連合会の新年会がありまして、あの出席できなくて本当に申し訳ございませんでした。でも今日は皆さんあの YouTube 広告を見てくださって、こんだけの若い女性、そしてね素敵で綺麗で可愛い、すごいね、こんな女性、たくさんの女性議員の候補者の皆さんに集まっていただいて本当に嬉しいなと思っています。他の政党もきっとこの若い候補者はみんな欲しいんじゃないかなと思うんですけれども、自民党も維新も国民民主もみんな若い女性の候補欲しいなと思っていながらも、なかなか実現できなかったことを、この政治家女子48党はあの YouTube 広告でこうやって皆さんにね来ていただいて、あの実現したところだなと思いました。本当に立花党首が言うように若い女性は受かりやすいという話はあったんですけれども、結構ね逆風が吹いていると思います。2019年の統一地方選挙の時のようなことは私は起こらないんじゃないかなと思っています。黒川幹事長が言っていたように、体育会系の選挙は私はとても大切だと思います。私自身も、4月から、去年の4月からですね、選挙の1年前から、毎週、火曜日と木曜日は、朝の7時から9時、荒川区の駅をそれぞれ立ってビラ配りしています。やっぱりですね、なかなか皆さんのことを知ってもらう機会もお披露目する機会も、ネットを見てる方は知ってると思うんですけど、街の人はやっぱり老若男女ですね、高齢の方もいますので、やっぱりたくさん街に出て皆さんの顔と名前を覚えてもらうことが大切だと思います。また議会に入ってからもですね、やっぱりあの、まあ、政治家女子48党の広告はすごく楽しそうでキラキラしていましたけれども、政治の世界はやっぱり知れば知るほど大変だなと思いますし、人間関係、議会の人間関係もやっぱり賛成が多くないと議案も通らなかったり、自分が作った条例も通らなかったり、意見書が通らなかったり、いろいろありますので、やっぱりそこら辺もね大変なことたくさんこれからあると思います。だしやっぱり政治家になるってすごく風当たりがね強いんですよね。あのアイドルされてる方、芸能活動されてる方、今日いらっしゃると思いますが、今までみたいにファンの人に優しくされるだけじゃなくて、やっぱり有権者の方から厳しい声を街頭に立っててかけられることもありますし、いきなり罵声を浴びせられることもありますし、辛いことたくさんあると思うんですけど、立花党首、事務局長の立花党首をはじめ、今日いる現職議員の皆さん、そして最初に、紹介があった事務局の皆さんにも、まあ、辛いことがあったら相談したり、わからないことがあったら相談したり、いろいろね、あのサポートしてくれる仲間がここにたくさんいますので、皆さん何かあったらいつでも相談してください。本日はお集まりいただいて本当にありがとうございました。素晴らしいね、ちょっと涙がでかかったわね。え、夏目ちゃんが4年前ね、本当に彼女ガチで死にかかってたんですよ。そういう言い方が適切かどうかわからないけど、もうこの子本当この先ね、病気で入退院繰り返してた夏目さんがね、まあ立候補しないと思ってたんだけど、私頑張りますって言って2週間ぐらい前、まあね本当に短い期間で選挙運動して当選して、4年でねこんなに立派な挨拶ができるようになって、なんかすごいね、夏美ちゃんがこの笑顔でね、この子がここまでできるとは思ってなかったので、ぜひね、楽しく選挙やりながら当選して
政治家をしながらアイドルをしたり女優をしたり、もちろん育児をしてほしいなという思いであります。今日はね、表情がいいね。ありがとうございます。